はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。始まりましたね、ゲゲゲの鬼太郎とのコラボイベント。今回は映画とのコラボではなく、ゲゲゲの鬼太郎との純粋なコラボですね。まあ今年のね、春からゲゲの鬼太郎新アニメスタートするんで、まあそれの宣伝も兼ねてということでしょう。今回ね、ボリュームがすごいです。イベント2つ分だよね。トーナメントとドリームマッチっていうね、もう丸々イベント2つ分なんで、すごいです。横取りは僕はありでいきます。今回はね、多分2週間やりまくりになるんじゃないかと思っています。まずはね、この鬼太郎にゃん、そして鬼太郎の出現率アップガシャ回していきたいと思います。鬼太郎にゃんが SS ランク 1.6%、 そして鬼太郎が 2.5%、 これ結構出やすいような気がする。そして猫娘ありますね、この辺り狙っていきます。そして A ランクもあります。一旦もめん目玉の親父 2.5%。 どうなんだろうね。これまずは鬼太郎にゃん、覚醒鬼太郎、この辺り特殊能力持ちの、これ狙っていきたい。今回は覚醒鬼太郎はね、確率アップしてないよね。どうしてなんだろう、これなんか気になるよね。この後多分来るんじゃないかとかね、いろんなことちょっと想像してしまいます。さあ10連いきます。神引きお願いします。もうね、ワイマネー、ワイマネーじゃない、ワイポイントあんまりないので、もうそんなね、たくさん引けません。限られた回数しか引けません。それでなんとか引き当てたい。前回の閻魔武道会、なんとね、最初の10連で出ましたよ、神引きだったんで。今回もお願いします。さあこの辺りは止まらないとダメだよね。止まってカプセルが上がったらもう持っていない妖怪なんで、かなり確率高いと思います。お、止まったぜ、来た。おう、目玉の親父、早速 A ランク引きました。神引きと言ってもいいでしょう。嬉しいね。目玉の親父、新アニメでは声優がね、野沢雅子さんっていうね。さあもう一発、おー、これいい。さあゴールドのカプセル、オールです。おー、止まったぜ、来たか来たか。おー、 SS ランクのチョコリーナ、これね欲しかったんですよ。これはね、超神引きと言ってもいいでしょう。これね、選べるコインでね、買おうか迷ったんだけど、見送ってよかったよ。いきなり来た。これは使えますね。夏木スキルあるんで、SS の夏木です。さあ、もう一発いくぜ、10連。まあ、この調子でね、神引きできれば、もう大満足です。おっと、なんか勝手に入ったぞ。ゴールドが2つ、これ来たんじゃないですか。そして鬼太郎のアイコン、これも嬉しい。おーって、 A ランクかぶり。さあどうだ、お、止まった。おー、 B ランク砂かけババア、これは嬉しいね。鬼太郎のコラボキャラ結構出るじゃないか。さあ止まれ止まれ。お、来た、また来たぜ。お、一旦もめん A ランク、これも嬉しいです。来たぜ、一旦もめん、ちょっと顔が怖いけどいいでしょう。オリジナルのキャラに忠実だよね。さあ残るゴールドのカプセル、お、来た、止まった。おー、ホムラテング、まさかのホムラテング。まあでもね、これ持っていなかったんで、欲しかったんで嬉しいです。使っていきます。来ちゃったか、ホムラテング、ちょっと焦ったぜ。さあ、あと1個、お、止まった、激アツです、お願いします。おー、 S ランクの鬼太郎来たぜ、これは嬉しいね。これ確か特殊能力持ちなんで使えますよ。今回ガチャ結構熱いね、結構いいね、持ってない妖怪結構出たんで、これは回してよかったなと思います。早速ね、
新しく出たキャラ使ってイベント進めていきたいなと思います。さあ皆さんはね、何が出ましたでしょうか。またコメント欄で教えてください。さあ1回戦は座敷わらじん、いくぜ。さあ先ほどゲットした妖怪たちをね使っていきたいなと思います。さあ最初のステージなんでそんなにね強くはないと思うんですけども、今回ゲットした新妖怪なんですけども、目玉の親父が必殺技が HP 回復なんだよね。回復ということで A ランクの回復、これはね結構トーナメントではね活躍できるんじゃないかと思います。そして一旦モメン、敵一匹を締め付けダメージを与えるということで単体攻撃ですね。さあお宝落ちろ、あー来たぜ。なんか毎回最初のステージでお宝落ちるんだけど、どうなんですかこれ、これみんな落ちるのかな。多分そうだよね、僕だけなのかわかんないけど、でもまあ嬉しいや。さあネズミ男欲しい。さあちょっとねこの攻撃アップとかね HP アップはマックスの5まで上げておきます。まあトーナメントね結構すぐ敵が強くなっちゃって勝てなくなるんで、まあどうせ上げるんなら最初に上げといた方が早いかなということで上げました。 S ランクの鬼太郎に関しては必殺技が下駄を飛ばして横一直線に妖怪プニを消す、これはね嬉しいね、鬼太郎だからね。まあでも今回鬼太郎だけで何体だろう、覚醒とかさらなる覚醒とかもう分かんなくなっちゃってるんだけど、まあそのあたりもねゲットしていきたいなと思います。さあフィニッシュ、落とせ、おー来たね、緑色、色かぶりがねなくいけばいいかなと思います。武道会のね怖いところはお宝の色かぶり、もう色かぶりがかぶり出すとねもう最初のお宝からはまっちゃってね全然解放できないってことがあるんで、これ平気で10個とかかぶるときあるからね。さあ決勝戦いきます。そして砂かけババアが必殺技が敵をサボらせるということで、まあ、このサボりなんかもトーナメント強敵出てくるんで使えるんじゃないかと思います。なのでこの辺りの妖怪はちょっと育てていきたいなと思います。そしてずっと欲しかったチョコリーナ、もうチョコリーナ登場したのはねもうかなり1年以上前に登場したと思うんですけども、ずっとねゲットできなかったんですよね。敵1匹にダメージを与えてさらに懐かせるということなんで、これもねトーナメントでは活躍間違いなしでしょう。さあ妖怪のねレベル上げて育てていきます。3ポイント、さあトーナメント優勝報酬が気になる、おう5ポイント、ワイポイント結構たまるかな、わかんない、おっと乱入はなしか。さあそしてドリームマッチ、ネズミ男いきますよ。そしてドリームマッチに勝つとアイコンがもらえます。さあウィスパー使えっていうことなんで使います。このあたりやっぱり持ってない人とか大変だよね、いろいろそっからゲットしないといけないっていうね。まあ幸いねウィスパー持ってたんでいきますよ。ネズミ男、こいつは好物が与えられないんで仲間にはできないと。今回はだからトーナメントでのお宝集めとこっちのドリームマッチで勝ち進んでいって報酬ゲットするっていう2つ、もう丸々2つ分のイベントがあるんで、何なんだろうね、今まで年明けぐらいから緩いイベントが結構あったんでここでがっつり来たかっていうね、でもがっつりにも程があるだろうっていう感じがするんだけどね。ガシャからあの覚醒鬼太郎も引かないといけないしね、覚醒鬼太郎来たにゃん、鬼太郎にゃん なんだよね今回、来たにゃんどこ行ったっていうねまあ多分また別のイベントで出てくるのかな、まあ、おそらくね今回のイベントボリューム結構がっつりあるんでイベントの途中で追加はねないと思います。そしてまさかの乱入枠が2つなんだよね、なんかよくわかんないウィスパーとネズミ男と
なので今まで乱入1体だったのに今回2体っていうことで、これもまたなんか大変だぞ、2体落とすのかっていうね。さあアイコンネズミ男をゲットしました。そして連続でドリームカップマッチです。そして100ポイント、これ結構イベント報酬でももらえるね。ジバニャン、やべえ、ジバニャン持ってねえ、マジか。そっからだ、桜住宅街でジバニャンゲットすることができます。持っていない方は行きましょう。まあでも持ってない人多いよねこれ。さあ夏木5体で鉱物あげていきます。ちょっとねここではハマりたくないねなんかでもドリームマッチで何々を使ってっていうのが結構あるんで、ちょっとね妖怪ゲットもやらないといけないっていうことで、やっぱり今回のイベント相当やりごたえありますね。でも楽しいです。これはね久しぶりに激アツなプニプニ。さあジバニャン友達になりました。さあジバニャン入れていきたいと思います。そしてご褒美は100ポイント。なんだかんだ言って Y ポイントもらえるね。そして鬼太郎にはトーナメントの全ての敵に対して特ダメージということで、これね強力です。これが引けたのはね本当良かったなと思います。とにかくトーナメントまだいいんですけど、だんだんねすっごい難しくなってくるんで、後半ではね大活躍するんじゃないかと思います。さあちょっとね強いな鬼太郎、意外と敵の鬼太郎ね。さあ HP 回復します。回復量がね233、まあ技レベル1でこれなんで、まあ結構ね優秀なんじゃないかと思います。でも覚醒目玉の親父とかいるんだよね。ちょっとねそのあたりも早くお宝解放してほしいなと思いますけども。さあフィーバータイムに一つ技ぶっ放していきます。さあワンフィーバーでいけるかな。おっとお宝落ちました。さあ最初のねお宝は結構ザクザク落ちましたね。そして4ポイント。さあまたドリームマッチ。さあ100ポイント、決勝です。これは負けられない。さあお宝早くも3つ集まりました。 G の喧嘩50ポイント。ひもじい使えっていうことなんで、ひもじい入れていきます。さあ行くぜ。鬼太郎がいるからねいけるよね、特ダメージ。今回ね横取り時の強さアップが覚醒鬼太郎、そして猫娘、アーマーテラスなんだよね。アーマーテラスはまあ前回のイベントでゲットしているんで、まあ、これはね使っていきたいと思います。ただね今回まだガシャから覚醒鬼太郎、猫娘 S が引けてないんだよね。ということでどうだろう、ちょっとね横取りが苦戦することが予想される。まあでも横取りするのはね、まあイベントの後半の方なんで、まあそれまでにゲットすればいいかなと思ってます。まあその多分ねどっかで確率アップも来ると思うんですよ。まあそこで狙った方がいいのかな、この辺り。さすがに確率アップないとちょっと確率渋いよね。さあフィニッシュ。おっと お宝は落とさないと、89ワイマネー。さあレベル上限はね解放しておきます。そして4ポイント、これどうなんだろう。横取りありの人は4ポイントなんだけど、まあ僕ね横取りなしの人はその半分なのかな、2ポイントとかちょっと厳しいよね。一旦ごめん、ゲットすることができました。これもね使っていきたいなと思います。さあ優勝しました。さあ乱入来いよ。そして報酬は14ポイント、大経験値玉。
あ、来たぜ挑戦者、ネズミ男の方が来ました。強いのか弱いのか、いや多分強いでしょう。出まかせ王決定戦、ウィス男持ってないね。持ってるわけないよね。さあ覚醒ネズミ男いきます。なんかオーラなのか、なんか体臭なのか、なんか出てるね。なんだあのお尻ペンペンは。うわーむっちゃ強い、701だぞ。3カウントごとに701か、やべえな。今回ねポカポカパーティーでいきたいと思います。タントがあるんでダメージカットからの攻撃力アップしておいて、袋くじでねどれぐらい削れるかなんですけど、まあなんといっても今特殊能力も中腹界ないんで辛いね。ああやられた、お尻ペンペンでやられたぞ。ちょっとね攻略のヒント見てみましょうか。反撃や溜めた技ゲージを減らしてくる、いつものやつですね。そして特殊能力を持った妖怪を使ってチャレンジしよう。いつものように大した攻略情報はありません。なるほどね、ちょっとね覚醒目玉の親父効果大か。さあどんどんねイベントの方は進めていきたいなと思います。楽しいね。